続いては今気になる話題を毎日取材、京都ピのコーナー。倉敷のこんな場所にこんなところを見つけてしまいました。はい、秘書にぴったりゆったりと過ごせる癒し空間取材してきました。水島臨海鉄道乗り場の近く、倉敷市の中央にやってきました。この辺昔ながらの飲食店や居酒屋が立ち並んでいるんですけれども、なんとこの辺に気になる、ね、ホテルがあるんです。それがこちらです。凪倉敷ホテル&ラウンジ。いや、こんなところにホテルがあったって知ってましたか？綺麗な緑があって、しかもね、見てください、これ昔ながらの旅館みたいな、いやー、外観からおしゃれですよね。ちょっとね、早速行きたいと思います。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。こんなところにホテルがあったんですね。そうなんです。いつからできたんですか？ここは、2020年の3月にオープンしました。なんかもう入った瞬間からいい香りがして、しかもなんかおしゃれなロビーなんですけど、コンセプトとかってあります？絶対に快適にっていう意味になるんですけど、うん、ホテルの名前が凪って言って、その瀬戸内特有の海 の, あの穏やかなところから、ここに集う皆さんがあの心が穏やかになるような空間を目指してます。ロビーにはこんなスペースも、うん、トースターとレンジですよね。そうですね、おしゃれな、はい、しかもこの横にあるのが、こちらがあのお部屋で皆さんに自由に飲んでいただける、紅茶とかハーブティーなんですけども、こちらのエイジー宮本さんの紅茶と、こちらの常木のおじ茶っていって倉敷市にあるお茶屋さんなんですけど、はい、であったりとか夢百姓さんっていうハーブティーを作られているところで、県内の飲み物をお部屋で楽しんでいただけるように準備してます。フリードリンクとかで無料ですか？そうですね。早速私も好きなものを選びます。あー、いい香り。これ、はい、宮本さん、はい、これバスアメニティ？一応今あのプラスチックの削減に当館が努めておりまして、この、歯ブラシとかだと、使うあの捨てるはずだったお米を配合してたりだとか、あとパッケージとかもなるべくあのプラスチックを削減しているものを使ってます。地球に優しいアメニティ、はい、凪ですね。ちょっと早速凪見つけちゃいました。他にもロビーでは岡山出身竹久夢二の絵画が出迎えてくれました。はい、次はいよいよお部屋へ。ワクワクしてきました。どんなお部屋？こちら。綺麗。凪です。この絵は綺麗ですね。これも、こちらがあの書道家のケイカさん、小川さんという方が凪をイメージして藍染めの墨で描いてくださったアートになります。あ、これ凪をイメージしてたんですね。凪ですね。凪ですね。新田さん、はい、部屋の中にあるこちら、これ何か分かりますか？何か？凪？凪に引っ張られてる。凪ではないんですよ。捨てるはずだった作業着の端切れで作った、アートになるんですけど、ちょっと触っていただいたら、はい、あの一見年輪に見えるんですけど、布っていうところが分かるかと思います。本当だよ、これ布ですね。そうなんです、正解は着られなくなった作業着で作ったアートでした。わからない、それは。ホテルには全8室5種類の部屋が、うん、次の部屋にも行きます、はい、お香りがまたさっきと全然違いますね。また全然違った素敵なお部屋。部屋には岡山県で創業したデニムブランドのファブリックアートが飾られています。岡山の魅力を体感できるお部屋です。いいですね、凪だね。凪ですよね、これも。そしてすべての部屋にある設備がこちら、倉敷市のパン屋さんのベーグルとロビーで選んだ紅茶を楽しむことができます。いいですね、お部屋で楽しめるんです。ゆったりとした時間を過ご
ただきます。うん、美味しいです。いや、ここ倉敷の中心部ですよ、皆さん覚えてますか？いやね、そうと思えないくらいゆったり違う時間が流れてます。宮本さん、どうしてこういったホテルをしようと思ったんですか？そうですね、もともとはインバウンドのお客様をターゲットにオープンしたホテルだったので、海外のお客様に対して日本のいいところであったりだとか倉敷のいいところを紹介したいと思って始めたところなんですけれども、ただその中でも地元の人とその海外のお客様が交流できる場所をイメージしてラウンジのスペースはああいった形で用意してます。これから少しずつ海外の方も戻ってくるので、もともと目指していたその交流の場っていうところでたくさんの交流が生まれる場になればいいなというふうに思っています。この夏は癒しの空間で新たな岡山の良さを発見してみませんか？いや、こうなんかちょっと日常から離れて、はい、なんかゆったりとした癒しの時間を過ごせそうでいいですね、はい、本当に素敵なホテルでした。ちなみにこちらのホテルは岡山旅応援割の対象のホテルとなっていますので、皆さんぜひこの夏に行ってみてください。以上、京都ピでした。